ウィルゴ水道は古代のローマに水を供給していた11本あるローマ水道の一つ。ローマ帝国の滅亡と共に使われなくなったが、約1000年後のルネサンス期に完全に再建され、アックはベルジネとなった。マルクス・ウィプサニウス・アグリッパが皇帝、アウグストゥスの時代の紀元前19年に完成させた。プラエヌステ街道から分岐する。 コラーティア街道に沿って3キロメートルほど進んだ場所のマイルストーンのあたりに水源がある。フロンティヌスが記録した伝説によると、喉の渇いたローマ兵が若い娘に水をくれと頼んだところ、彼女がその湧水に案内したという。その娘にちなんで、ウィルゴ水道と名付けられた。カンプス、マルティウスの中心部まで2 0トル以上の長さがあるが、水路の高低差は、 わずか4メートルである。最大で1日に10万立方メートルの水を供給可能だった。水路はそのほとんどが地下水路になっている。プロコピオスによると、537年にゴート族がローマを包囲した時、ローマに密かに侵入する経路としてこの地下水路を使おうとしたという。ローマ水道の技術書の著者であり、ローマ水道長官でもあった。 フロンティヌスによれば、水道の全長は 20.9km で、そのうち 19.0km は地下の導水橋を 1.8km は地上の導水橋で構成されていた。地上の導水橋のうち 0.80km は構造物内に 1.0km は水道橋、上の導水橋を経由していた。また、水量は10万160立方メートル。 未知であった。ローマ帝国の滅亡後水道の役を果たさなくなっていたが、8世紀に教皇ハドリアヌス一世が修理させている。1453年、ニコラウス五世が完全な修復と拡張を行い、アックはベルジネとした。2007年6月13日、とある車庫の建設中に、水路の一部が損傷し、 数日間ローマ市内の泉で水が見られない事態が発生した。ビルゴ水道の水源からの経路ビルゴ水道のローマ市内における経路フロンティヌスによれば、指定等への給水量が全体に占める割合は少なく、およそ15%であったという。主な給水先はカンプスマルティウス地区の公共施設であり、その中にはアグリッパ浴場やユーリップスと呼ばれた 人工河川も含まれていた。給水先の著名な施設としては次のようなものがある。ありがとうございます。